を象徴してるで、あの徳川家康は源の一の最大の宝石に実はあと地方の判断なんです。墓の上にこういう風になってる。先端が一番上、一番上。あの茶色い部分。こう船でたくなってる。そう。戦国時代を統一して日本に平和をもたらしてくれたということで、うん、いや、これはね、竜じゃありません。あの中国の空想上の動物で獏という、はい、この獏というのは中国古来夢を食べる動物。こっちと同じように、猿というのは人間に次いで知恵があって、
個の東照宮もそうですけど、あの